こんにちは、ガーです。ということで、今日はいつも使ってるカバンの中身を全部紹介していこうと思います。はい、ということで、そうなんですよ、7ヶ月、8ヶ月前ぐらいにも一回カバンの中身紹介っていうのはこのチャンネルでもやったことあるんですけども、まあその動画の時からカバンとか使ってる小物類が結構ね、ガラッと変わったんで、今回もね、最近よく使ってるカバンとあと小物をね、全部一点一点詳しく紹介していこうかなって思います。ということで、早速喋ってるだけだと面白くないと思うので、カバンの中身紹介していきます。はい、ということで、ドーン。最近使ってるカバンはこちらですね。まず最初はカバンの紹介からしていこうかなと思うんですけど、こちらのフェイクレザーバッグは自分がディレクションしてるジディールのフェイクレザーのバッグなんですけど、前回の動画で上げてたジディール名古屋ポップアップストアで販売開始したバッグですね。でね、オンラインショップでも入荷してほしいっていう声たくさんあるんですけども、まあ多分もうこの動画出る頃にはインスタで告知してると思うんですけど、5月14日の22時からオンラインショップでこちらも再販するんで、ぜひよかったらチェックしてみてください。これの何がいいかって、フェイクレザーでね、柔らかい素材なんですよ。で、光沢感もいい感じにあって、結構ね、高級感があって、でジディールのロゴがプリントされてるんですけど、これ白じゃなくてシルバーなんですよね、実は。はい、粋じゃないですか、めちゃくちゃ。もう一つのこだわりポイントとしては、こうやってね、持ち手の部分がちょっと長いんで、肩にもかけてね、持ち運べるっていうところがね、マジで便利なんですよ、めちゃくちゃ。そういった点にこだわって作ったバッグなんですけども、めちゃくちゃ大容量です。最近よく事務所の方行って仕事とかすること多いんで、その時によく使いますね。うん、ということで、今からね、カバンの中身紹介していきます。はい、一つ目はこちらですね、 MacBook ですね。はい、やっぱりね、これは一番必需品と言っても過言ではないものですね、最近にとっては。で、 MacBook ケース、前の動画ではエンダースキーマのケース使ってたんですけど、最近はこの建造のね、バッグをね、よく使ってますね。これね、クッション性もあるんで、 MacBook 持ち運びにめちゃくちゃ最適ですね。そう、この中に MacBook Pro 13インチが入ってるって感じですね。これで最近は動画編集したり、あとジディールプレクミの作業とかしたり、最近新しく始めたプロジェクトのオンラインミーティングやったり、前まではスケジュール帳を使ってたんですけど、もうここ最近はスケジュール帳を使ってなくて、もうパソコンの Google カレンダーでスケジュール管理してるんで、なんか共有とかしやすいんで、そっちの方が。だからね、もう MacBook は絶対に手放せないアイテムですね。で、このポーチ、ここにもね、ポケットがあって、中もね、すごくないですか、このポケットの数。めちゃくちゃね、入れれるところがあるんですよ。こっちにもジップもついてて、中にはこの MacBook に SD とかいろいろさせるやつと、あと動画編集用に有線のイヤホンも常に入れてますね、この中に。ということで、続いていきます。続いてはこちらですね、財布ですね。はい、財布2つ持ち歩いてて、両方エンダースキーマの財布なんですけど、こっちがね、メインの財布で、小銭もめちゃくちゃ入るんですよ。で、こっちがサブの財布って感じですね。サブの財布ね、ほぼ使うことないんですけど、まあいろいろ訳あって2つね、使い分けてるって感じですね。エンダースキーマ大好きなんでね、お財布どこのがいいですかって聞かれたら、エンダースキーマって即答するぐらいね、エンダースキーマめちゃくちゃかっこいい財布がね、揃ってるんで、ZOZO タウンとかにもあるんで、チェックしてみてください。ほんまにかっこいいですよ。次いきます。こちらですね、またまたエンダースキーマなんですけども、キーケースですね。はい。これは前の動画の時から変わってないかなと思うんですけど、エンダースキーマのキーケースですね。で、キーホルダーもつけてるんですけど、最近。かっこよくないですか？煉獄さん、鬼滅の刃の炎が大好きなんで、煉獄さんが大好きなんですけど、キーケースにつけてます。かっこいい。ということで、次いきます。こちらですね、シャルンです。切れちゃってますね、もう。はい。もう全部取り終わってるやつなんですけど、なんか現像しに行こうかなと思って、ずっとカバンに入れっぱなしで、多分半年ぐらい経ってますね、現像しないまま。やばい、そろそろ現像しに行かないとなって感じですね。また現像したらサブアカの方にね、投稿していこうかなって思います。写るんですの写真、よかったらフォローしといてください、サブアカも。次いきます。こちらですね、無印のポーチですね。はい、ポーチはね、ずっとこの無印の透明なやつを使ってますね。ついでに中身も紹介しとくと、こちら白のハンド美容液ですね。はい、香りはホワイトティーを使ってます。最近はね、このハンド美容液を手に塗って、でその後にこのイソップのこのハンドクリームを保湿として塗ってますね。2個使いですよ。手の乾燥やばすぎて、なんかもうすぐひび割れとかしちゃうんですよ。多分美容師やってたんで、手荒れの癖がついちゃってて、手に。やからね、保湿命になってきてるんで、もうね、2個使いで必死に頑張っておるってところですね。続いてはこちらですね、なんかイソップっぽい入れ物なんですけど、イソップじゃなくて、なんて、なんなんやろこれ、ちょっとブランド名とかわかんないんですけど、ホワイトムスクの匂いがするアルコールジェルですね。はい、やっぱりね、今のこのご時世、アルコールは一カバンに一つはね、持ち運んだ方がいいかなってことで、常にこれはね、カバンに入れてますね。いい匂いなんですよ、これ。しかもね、アルコール入ってるっていうね、あ、いいですね。
いやほんまにねアルコールの匂い大好きなんですよ。なんかアルコールの匂いによったら安心するっていうのでよく使ってますね。であとはリップですね。はい、リップは基本コンビニで買ってるんですけどよくなくなるんで、普通の至って普通のやつと色付きのやつ、唇の血色ね鬼ほど悪いんで、だからこういう色付きリップとかは撮影とかの日とかはね使ってますね。普段は全然使わないんですけど、もうこういう動画とか写真とか撮るってなったら使ってるって感じですね。はい、でポーチは無印の透明のケースなんですけど、もうねこれずっと使ってて1年ぐらい使ってて、だからねもう透明じゃなくて半透明ぐらいになってきて、透明がだからそろそろねポーチ買い替えようかなと思ってるんですけど、何にしようかなって迷ってるところですね。なんかおすすめあればコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。よかったらコメントくださいっていう感じのポーチでした。続いてはこちらです。 AirPods。 はい、これも絶対に必需品ですよね。もうね移動するってなったらね AirPods は必需品ですね。最近よく事務所の人やったり、あとブランドの商品作ってる会社やったり、なんかいろんなとこからねいろんな人から電話来ること多いんで、もう AirPods で電話するのマジで楽、ほんまに楽。 iPhone で電話してたらこうやってね片手でしか作業できないんですけど、 AirPods やったらねもうつけてはいはいはいみたいな感じでね作業できるんで、ほんまにね便利ですね AirPods は。そういう点でとっても、ちなみに AirPods ケースはこのジディールの恐竜のロゴとカタカナのロゴが入った透明のクリアケースですね。透明のクリアケース、これもね名古屋のポップアップで販売してたんですけど、また5月14日の22時からオンラインショップでも販売するんで、ぜひ AirPods 第1世代第2世代を使ってる方はお揃いにしましょう、ぜひっていう感じで続いていきます。続いてラストですね。気がついたらもうラストに持ってくるもの間違えたなって思うんですけど、このイソップのねポーチの中にMacBook の充電器と持ち運びの充電器ですね。はい、これ最近買い替えてアンカーの持ち運び充電器なんですけど、めちゃくちゃ便利ですね。多分まだ使ったことないんですけど、ほんまに2日前ぐらいに届いたんで。そう、持ち運び充電器なんで、ここにねライトニング挿して、でこっちを iPhone に挿して、ここのボタンを押したら充電できるやつなんですけど、この充電器を充電するときにこの本体だけをコンセントにぶっ刺したら使えるっていうね、めちゃくちゃ良くないですかそれ。なんか iPhone の充電器を充電するためにまた違う充電器を挿してっていうのが家の中ぐちゃぐちゃになるし、すごい嫌やったんですけど、もうねこれがあれば解決するってことで、旅行とか行った時もこの iPhone 充電するこのちっちゃいなんかコンセントみたいなやつ、これも持っていかなくて済むんですよ。こっちをコンセントにぶっ刺して、これをそのまま iPhone にぶっ刺したらもう充電ができるっていうね、マジで便利アイテムすぎません？このアンカーの充電器、まだ使ってないんであんま分かんないんですけど、もうねこれから重宝して使っていこうかなって感じですね。はい、っていう感じのパッ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 って言っちゃったんですけど、カバンの中身紹介でした。はい、はい、ということでカバンの中身紹介が終わったわけなんですけども、前回のカバンの中身紹介からも結構ね変わったと思うんですけど、前は楽天で買ったあのアトマイザーとかも使ってたんですけど、最近はねもう香水持ち運ぶことがなくなってきて、外で香水振ることってほぼないなと思って、もういらへんやと思って使わへんなってことでもう持ち運んでないんですけど、香水はねベルサーチのブライトクリスタルをずっと使ってますね。これマジでいい匂いなんですよ。で持ち運んでるこのフェイクレザーのバッグなんですけども、実はホワイトも作ってて2色展開なんですよ。こっちもロゴの色はシルバーで作ってて、かっこいいですよね。あんまりホワイトのフェイクレザーのバッグって見たことないなと思ったんで作ってみました。まあ自分は普段の服がオールブラックが多いんで黒をよく使うんですけど、まあなんかねカラーものとかいろいろ使ってる時はこのホワイトのバッグでもねコーデに馴染んでいいんじゃないかなと思って2色作ってみました。これも5月14日22時からオンラインショップで再販するんで、気になったって方はチェックしてみてください。オンラインショップの方気にならなかった方は全然チェックしないで大丈夫ですっていう感じのバッグの中身紹介なんですけど、まあこの企画はね多分またいつか、きっといつかまたすると思うんですけど、定期的にやっていこうかなって感じですね。ということでこの動画がちょっとでも参考になったよっていう方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では今日もご視聴してくださった方ありがとうございます。バイバーイ。